はい。こんにちは。長田薫です、えー。今回はこちらですね。この間の開封してお見せした、えー、ロジクールの iPad Pro 用のキーボード。うん、まあこいつを、まあ大体一1週間ぐらいかな。 うん、使ってみ、えー、たんで、まあ、そこについての、まあ、こういう便利なところがあるよっていうのとか、まあ、使っていく中でねやっぱりここはこうだねっていうお話をしていこうかなと思います、はいえー、結論からすると俺には俺にとってはすごくいいなというものでした、えー、まあまあするお値段ですが、まあ、一応純正よりはねお安くなってたり、えー、するんですが えー、こいつにしかない機能、ね、こいつだからこそいいところ、えー、またその逆も、えー、あるかなと思いますでちなみに俺はその、えー、純正のスマートキーボードの方はまだ使ったことがありません、うん、でこいつ1週間どう使ってたかっていうと、えー、完全にこのまま装着したまんま、えー、持ち歩いてました実際はおそらくそんなことしないですしないですがちょっと過度に使ってみたと いう感じです、すで、えー、こいつの便利なところ、まあキーボードついてるんで、まあそれにしかりなんですよ。やっぱりあの文字の打ちやすさとか、そういうところがやっぱり、えー、このソフトウェアのものとは異なるというところなんですが、まあおそらくね、スマートキーボードの方と比べて、えー、これがいいなと思うところはショートカットだなというふうに思っています。まずね、このね、 一番トップの列にいろんなショートカットがね、並んでるわけよ。これ見えっかなうん。えー、まず左から行くと、左はこれで、まあ、つきますよ。で、ここでもう、えパスワード入れたらついたりするんですが、ね。で、ここは一番右はホームボタンになってて、ここでトップに戻ったり、 こういうね、タスクとかも切り替えができたりとかいう感じです。で、残りが、えー、隣に行くと、こういう明るさ調整。続いて、ね、これもショートカット。サーチのショートカットがある。で、その種がキーボードになってます。えっとね、わかりやすくすると、現状だと、えー、と、東京とか、 ね。これは普通に、今日本語、日本語になってますけども、ここ押すことによって、えー、ローマ字とか、そういうものが選べるという感じです。ね。絵文字とかも全部ここでできるという感じです。トップに戻る。はい。で、続いて、キーボードのバックライトの、えー、<laughs> ね。これも、これもバックライトキーボードがある、ね、ものにとっては、ノート PC の方がよくある。 ものですがこの明るさで。そして、あとはプレイヤーのね、再生とか、えー、なんだ、こう、進むやつみたいな感じ。例えばこれ動画とかでも OK で、今流してますが、これを飛ばしていくということもできますと。ねここで再生を止めたり、えー、飛ばしたり、巻き戻したりもできると。まあ、これは音楽でも OK ですと。で、あとはスピーカーだね、ここ。 スピーカー。はいはいはい。音の調節。で、もう一つ、一番右側は、ロック。これでロックかけられるという感じです、ね。いちいち、こっちのボリュームキーとか、電源キーとか、あとは本ボタンっていうのを押さなくていいような仕様になってます。あの、前回のね、あの開封の時に、このボリュームキーとかちょっと硬いな、みたいな話をしたんだけども、ここのショートカットがあることによって、 えー、そんなもの関係ないよっていうぐらいの使い勝手の良さがここで実現すると。いちいちこっちに手伸ばさなくていいんだよ。こっちのホーム、このホームボタンもそうだけどね。いちいちこっちを触ろうとしなくていいというところが、このショートカットキーがあることによって実現されているという感じです。えー、もうあとはね、ここにあるのは普通のキーボードなんで、えー、普通のキーボードのような感じで、えー、コマンドを 使ったりもすることもできると。あとはね、アプリにもちょっとよるんだけども、しっかりとここの十字キーでページをスクロールしたりとかっていうのもできるというふうになってます。まあそういう、だから一通りのところはできる感じになってますね。まあここでいちいちやるっていうこともあるんだけど、はいっていう感じになってます。で、個人的に、えっ、ー、と、これはもうね、えー、OS 側のね、 ことなので、しょうがないんですが、やっぱりこの中でアプリをこう選択するっていうことが、キーボード上ではできないんで、いちいちこうやってやってって、あの、立ち上げるアプリを選ぶというところをしなきゃいけないわけですよ。ね。このタスク、タスクを立ち上げた時にも、これで十字キーで選べるってこともないんで、こういうところかな。あとはこの状態で、 あの、なんか十字だでカーソル合わせていくとか、そういうことはできないんで、これはもう OS 側のね、あの iOS がそういう仕様なんで仕方ないところではあるんだけども、あの、個人的にはそういうとこまでできていただけると、ええ、ま、これはもうね、Apple に言うしかないことだけども、ありがたいのになぁなんて思ったりもします。いちいちね、このアプリをこう触っていかなきゃいけないっていうのは、ちょっと、ここのキーボードが便利すぎるっていうところもあって、 余計にその感じているところです、うん。ここだけで、このキーボードを触るだけで全てを完結できたらいいのになっていうところがあります。あとはね、こういうのも、あの、時々俺、このノート PC スタイルで自然詞書籍を見てたこともあるんですが、この状態でスクロールがね、やっぱできないっていうのもね、ちょっとなっていう感じがしますね。もしかしたらやり方あるのかもしれない。どこ触ってもならないんで、ページのね、 送り迎えがさ何もできないんでこれキーボード上でできるようになったらいいなと思いますねただこれキーボードロジクールが何かするわけではなくおそらくアプリ側なんでアプリ側で何かこのキーボードキーに割り当てられたものがないと、えー、できないんだと思うんでそこら辺はアプリ開発者次第だと思うんだけどそこら辺がね個人的にはこの電子書籍も見るというそういうビューアー的な使い方をしてる中ではねちょっと気になった ところになります。で、あともう一つは、いろいろコメントにもありましたが、やっぱりね、おっきくなる、おっきくなるし、重くなるっていうところが、すごくネックですね。これが多分万人の人が感じるところだと思います。このキーボード自体が iPad Pro と一緒のね、重さなんで、ほぼ一緒の重さなんで、iPad Pro を2枚持ち歩いてるのと同じことになるわけですよ。 で、そうなると1.4キロちょっとでしょ ?1.4 キロちょっとなんで、ノート PC をさ、普通に持ち歩いてるのと変わんなくなるというところです。なので、えっ、ー、と、これを、俺が今回1週間ね、使ってたような、このまま持ち歩くみたいなことは、あんまりおすすめしません。個人的にも、これ1、あのー、 満員電車もね、毎日の通勤の中で持ってたりもしたりしたし、まあ、ちょっとね、帰り疲れてる時とかもこれ持ってたりしましたが、やっぱり重く感じたりするんで、それはちょっとおすすめしないかなと思います。ただ、そもそもで iPad Pro を持ち歩くのかというところがありますと。うん、俺個人的にはこれはもう俺は家に置いておいて、で、ね、そのままね、 インターネットをするとか、軽いね、あのー、まあ、文章をするとか、そういうことのためにっていうふうに思って、そもそも iPad Pro は購入しているし、えー、そこをね、使い勝手良くするために、このキーボードっていうのは必要だなと思ってるので、俺みたいな使い方、家の中で、家の中でちょっと移動するとかっていうぐらいだったら、これは許せると思うんでね。そういう意味では、いいかなと思いますね。で、ビューワーとか、こうやって持ったりするときに、 あのー、重くて、電子書籍とかも見にくいじゃんっていう風な、えー、意見もあるかと思います。ね、こうやったりしてみたときに、結局重いでしょ、持つでしょって、ね、なるかと思いますが、ぶっちゃけ、これ家でずっと使ってるとも、わかるんですが、あの、膝の上とかに乗っけちゃってるので、全然苦にならない。そもそもノート PC 使ってるときってあんま変わらない。<laughs> で、そこら辺はあの、そんな思ってるほど気にならないですね。 うん。なので、まあ、重さとかは気になるっちゃ気になるかもしれないけど、そもそもそんな使い方するものじゃないよなっていうところがあるんで、あのー、持ち歩いたらすげえ重いじゃんみたいなところはあんま気にしなくていいかなと思います。はい。で、あと、えー、っと、そもそもこんなもんやっちゃったらもうノート PC でいいじゃないかと。ね。素直に MacBook を買えばよかったじゃないかと。 いう、えー、意見があるかもしれませんが、えー、それはですね、完全に俺のこう、エゴなんだけど、えー、MacBook、今、今もまた MacBook はなんか面白くねえなというところがありました。うん。そもそものところだよね。 あの、もちろんそっちを買っちゃった方が、今まで俺もね、MacBook Pro をずっとプライベートでも使ってるし、ねね、この動画ではバイオだったりとかっていう、このノート PC をずっと使ってきてるわけですよ、生活の中では。PC を触らない日はないぐらい使ってるわけですよ。なので、ノート PC を買っちゃえば一番快適に今までと同じことができていく。ただ、個人的にはちょっともうノート PC 飽きたと。 で、えー、このでっかいタブレット。まあ,あの、サムスンからも出てたりもしますが、でっかいタブレットで、えー、もうちょっとライトにでもいいから、現状できることはライトでもいいからっていうところでこ,うこれにしました。で、さらにまだ手に入れてないけども、アップルペンシルっていうものもあるし、 えー、そういう意味で、えー、今後発展していってほしいし、その発展していくところも体感できるから、えー、単純な、えー、楽しさ、残り伸びしろの部分ね。伸びしろ楽しさの部分で考えたらこれかなというところでこれやってます。なので、えー、完全にエゴですが、ノート PC じゃいけなかったというところです。うん。まあ、若干最後の言い方的にはちょっと孫さんっぽかったけどね。 わかる人にはわかる。あの、よく、孫さんは、なんとかじゃなかったと、なんとかだったと、みたいな感じで話すんだけど、まあ、それはわかる人にはわかる。<laughs> そんな感じです。えっ、ー、と、もう一回繰り返しになるけども、総評。総評では、これはすごくいいキーボードだな、というふうに思いました。ただ、やっぱりまだ高いのと、 ちょっとこうなるとスマートキーボードもちょっと触ってみたいかなっていうふうになりますね。このショートカットがないんで、スマートキーボードは。で、ね、それがない中での使い勝手として、どうなのかなっていうふうに思う部分があります。ここ便利に使ってたんで、えー、若干なんかないことによる違和感とか不便さっていうのを感じるだろうなっていうのも思いつつ、えー、コメントでもね、いくつかありましたが、スマートキーボード自体が、 結構軽い作りになっている。で、取り外しも容易だというところになっているので、あのー、まあ、持ち歩かないとはいえ、の、その携帯性の良さ、えー、その取り外しの良さっていうものがどれぐらいなのかっていうのは、えー、体感してみたいかな、なんていうのをちょっと思ったりします。ただね、これはあの今回、好意でね、好意で、えー、使わせてもらってますけども、アップルはね、 アップルはね、こんな私にゃ、渡してくんないんじゃないかなってもちょっと思ったりもするので、ちょっと店頭で触ってみて、いろいろこう、吟味してみようかなと思います。個人的には俺これ今すごく気に入ってます。結構あの簡単にざっくりとお話をしましたが、えー、今ね、iPad Pro を持ってる人もまだまだ少ないだろうし、その中でこうやってキーボードを使うっていうのもさらに少ないと思いますが、 ま、参考になればな、というところでした。ということで、ロジクールの iPad Pro 用のキーボードケース、お見せしました。また見てな。バイバイ